悪天候のために漁船などの捜索活動は中止となってしまいましたけれども、現場から最新の情報を中継でお伝えします。北本さん。はい、今社長から家族への説明が行われているホテルから車で5分ほど行ったところにありますウトロ漁港です。今朝から漁船が止まった状態ですね。風の影響で捜索への協力はできないということになっています。港の中を見ますと波は穏やかに見えるんですけれども、一方で今風が強く吹いている状況ですね。風風速 2.9 メートル気温 9.9 度ということになっています。この私の後ろの外側の海なんですけれども、今波の高さが3メートルということですね。事故当時も3メートルの波だったというふうな情報がありますので、今テレビでご覧いただいているような波の高さの中で船が運航していたということがわかりますね。そしてこの後の予報なんですけれども、実は風のピークというのは明日ということで、明日の波の高さはさらに高くなって4メートルの予報となっていますので、地元の漁師の皆さんも明日に関しても少し捜索への協力は難しいんではないかとお話をされていますね。そして新たな情報が入ってきまして、海上保安庁などが現在捜索を行っているんですけれども、第一管区海上保安本部によりますと、昨日ですね、水中音波探査機ソナーと呼ばれるもので反応があった海底の調査というのを今日潜水士5人の方で行ったということです。カシュニの滝付近ということなんですけれども、その反応というのは岩の起伏だったということが判明しました。船ではなかったということが分かったということです。中継でお伝えしました。はい、今日も海上保安庁による捜索は続けられていますけれども、昨日何らかの反応があった場所、そこは岩だったということが発表されたということですね。今これ悪天候でその漁船は活動できないって言うんですけど、パッと見はこう、ね、青空も広がってね、今水面にも夕日が当たってるんですけども、はい、それと風の強さ、海の状況ってのは全く別物だってことですよね。そうなんですよね。そのあたりがしっかりとした天候調査、さらには現場のことを知り尽くした上での判断というのが求められていたわけなんですけれどもね。